今日もなんか頭の上にプーさんを乗っけてねあのちょっと今バッテリー切れそうになってねあのちょっと親指でちょっとボタンを押してるところですねと思いのあなた正解でございます正解です正解でした、えー、こんにちはひろきです 今、なんかそんなこと思ってねえだろうとかっていうことでちょっと首をかしげてしまったんですけど、まあ、ちょっとですねあの、そんな感じでですね、あの動画撮らせていただこう、いただいてます。えっ、ー、と、今日はですね、まあ、引き続き、なんか、昨日に引き続いてですね、なんか最高気温が、 あの低い、まあ、28度みたいな感じで、まあ、言われてるんですけどなんかちょっと暑いなみたいな感じで,です、ね、今思ってるところですね,なんかねだいぶこう涼しいとかっていう話なんですけどちょっと今窓開けながらですね話してるんですけどだいぶ暑いなみたいな感じでですね思っててですねで昨日は、えー、とどこまで話したかっていうとですねあのなんか私があの幼少時代あ,のあんまりこうお金と発表したがらない子供で、えー、と何でしたっけ、まあ、あの発表したがらない子供にもかかわらずですね いいうううに話す仕事をしてるっていうことこであのちょっと言い忘れてたなということを思ってたのが、まあ、小学校56年のお話、まあ、小学校56年ですごいあの当てる先生だったっていう話だったじゃないですかこうあのは、ね、こう手を上げてないにもかかわらずですね手を上げてないのにもかかわらずすごい当ててくる先生で,ですね、まあ、それであのすごいなんか自発的にこう発表しろみたいなことを言われてたんですけど僕何もこう発表しなかったんですよもう一番こうクラスで発表しない子供でですねあの本当に なんていうのもう先生からですねもういつも怒られてたんですよ本当にあのーまあ、こういまあなんつうの結構目つけられるというかですねまあ一番こう発表しない人をいつも怒ってくるっていうことでですね普通に発表とかし,したくないからみたいな感じでですねなんかしかもこう手を挙げずにこう自発的にこう発表するっていうのが苦手だなみたいな感じでですねもう一番あのー、本当にね、あのー、クラスの中で一番、あのー、発表しない人だったんですよ僕がですね、えー、なのでまあそういうことを言いたかったでそれをちょっと言い忘れて てたなということを思いまして、ね、そんなあの僕がですよそんな僕というか、まあ、本当にクラスで一番あの発表しないしあの先生から国語国語ではね、まあ、もう発表しないやつはダメみたいな感じで、まあ、一番僕成績悪かったんですよ発表しなかったからですね国語まあ算数は得意だったんですけどねあのそでなんかそれからなんか一応国語みたいな感じの仕事を今やってるかなみたいなことでですね結構こうやって喋るっていうのはあの、まあ、リテラシーですよね。 できないでですのでなんか最初なんか算数とか得意だったんですけどこうなんか国語の方がだんだん伸びてきたのかなみたいな感じでですね、まあ、今思ってるっていうまあ、別にそんなに得意じゃないですよ国語はあのただ話す仕事をしてるっていうだけなんであれなんですけどでですねま何、あ、で,でそんなね話すきっかけになったのかっていうこととかをですねあのもうちょっとこう話せたらなということを思いましてですねあの本当に一番やりたくないことがですね人前で話すことだったんですよ。僕それまではででではすすすねねねネッットショップとかかをやったりです、ね、独立してからです、ね、あの仕事や ってきたかというネットショップですよねとかあの普通に中国輸入のあと、えー転,売ですね、転売とかっていうのをやったりですねオークション、まあ、ヤフオクとかっていうオークションをやらせていただいたりです、ね、メルマガ、えー、とかですね、まあ、メルマガでもこう人にこう、ね、あの話したりするのが嫌だったからです、ね、こうか結構文章を書いたりとかする仕事だったりフェイスブックページっていうのも作らせていただいたこともありましてですねフェイスブックページはこうもうあの広告を貼っておいてフェイスブックでたくさん のいいねを獲得してで、あの広告を、ね、あの見てもらうことで、それでアドセンス広告を稼見てくれた人分だけこう稼ぐことができるっていう仕事だったりですね。えー、とか、あとサイトアフィリエイトとかやらせていただいたり、トレンドアフィリエイトをやらせていただいたりですね。まあ、サイトアフィリエイトの中でもいろいろあってですね、まあ、うつ病のこう治し方とかですね、アーピーの治し方とかですね、遠距離恋愛の仕方とか、いろんなサイトを作らせていただいてですね。 まあ今でも残ってるんですけど、芸能人の,あの熱愛のブログとかを書かせていただいたりとかしてですね、まあいろいろやったんですよ、本当にいろいろやってですね、もうね、どれも稼げなかったみたいな感じで、まあいや、稼げてますよ、稼げてるんですけど、これで稼ぎ続けるのが難しいみたいな感じでですね、思ってですね、メルマガもなんだかんだで集客するのが難しいなみたいな感じでですね、であればもうなんか顔出しするのがもういいんじゃないかということで動画を始めたっていうきっかけだったんですよ。だからね、やむを得ずちょっと やり始めたっっていうのがあのきっかけでです、ね、あのまあ本当は、まあ、他のので稼げてたらよかったんですけどそれを、ね、あのやっても全然稼げなかったんでこれをあのや,るや,りやることになったっていうことでねまあで、えー、さらに言うならですねあのセミナーとかで、まあまあ、動画だったらそこに人がいないのでこうやって、ね、カメラに向かってこう話してればいいんですけど、まあ、それがですねあのセミナーとかだともう人がこういるわけですねでセミナーでねあの10人くらいこう、ね、あの人が集まってね結構こうあの やらせていただいてまああのー、そうですね結構初めの方はですねまあ僕のこと知ってる人はまあ,あのそういうこと、まあ、普通に知ってる人はいると思うんですけどあのこう全然ねもう、あのー、普通にこういつもから電話とかだったら話してるんであの人前で1対1とかで話せるので、まあ、全然話すのに困らないだろうっていうことを思ってたんですけどあの人いざねこう10人くらい人の前人がこういっちゃったらですねあのすごいこう人の、まあ、目,目線がちょっとすごい怖いっていうこと ですね、みんながこう自分の方を見てるっていうのがすごい怖いなっていうことでですねもう全然真っ白になっちゃって話が飛んじゃってですねもう全然話せなくなっちゃったっていう経験もしてるんですよもう来てくれた人に申し訳ないですよ、ね、もうなんか初めの方で全然僕が話せなくなっちゃってですねあこの人何するためにこれセミナー開いたんだろうみたいな感じになっちゃったことがありましてですね、えー、っていう感じのこともあったりとかっていう感じで、えー、やってたっていうことやってたっていうのがですねまあ本当にもうビジネスで始めたての頃っていうかあのあー それは結構最近のの話かだかだらら本当に本当そのくらいですね最近もそういう風になっちゃうくらい、まあ最近って言ってももう2年くらい前の話だと思うんですけど、っていうくらいですね、人前で話すのが苦手っていうかね、っていう人だったんですよ、っていうことを伝えたくてですね、今回こうして動画を撮ってるんですけど、そうですね、だからですね、まあそういう人でも、まあ、あのー、 こううなんていうのあのあ自分の可能性に蓋をしちゃうね、あの蓋をしちゃったらなかなかこう蓋まあ可能性が広がっていかないじゃないですか。うん、ですけど、まあそういうねまあ人でもこうできる仕事なんだよっていう、まあそのくらいねあの誰でもできる仕事なんだよっていうことを伝えたくてですね、あの本当に簡単、簡単というかですね、もうあのあなたでもできる、もうあなたでもなんかねあの、ビジネスで成功できない人って自分の可能性を信じきれてない人だと思うんですね。ままあああ普通にあのででででききるると思っててたらややじゃないですか、まあ、でででやめて 行ていく人っていうのは多い。まあ、その軌道に乗る前にね。あのまだ成功する前にこう辞めちゃう人っていうのはですね。まあ、結構この2次曲線のね。こういうあの成功曲線ってあるじゃないですか。成功曲線ってこう。こういうね。あの y, y x の2乗のこうね。あのプラスの側の方。 で最初はもう本当にねずっとあの1未満の,あの数を入れたらね x に1未満の数を入れたら例えば0.2とか入れたら0.04になっちゃうじゃないですか0.3を入れても0.09ってねあのそれよりも低い数字になっちゃうんでやってもやっても稼げないみたいでも1を超えてね 2, 2だったらまあ2倍すると 2×2、ね、で 4, 4ですけど、まあ、3とかになってくるとあの、ねまあ、3は9ですよね。3の2乗は9で,、えーで4 4 を入れると16になってですね、5を入れると 25, 25ですね、えー。という形でですね、まあ、本当にそういう成功曲線をイメージできるかって、信じあの自分のことを信じきれていたらですね、あのこういうあのうまくいってない事件を乗り越えることができるんですね。えー、ということで、まあそれあの、本当に自分は成功できる人間なんだということを思,い思,思っていれば、もうずっとできますよね。最後まで、ここまで行くことができるわけですね、ここまで、えー。だからですね、本当に大事、そこが大事かなということを思いましてですね。でえー、よくあるの のがですね、あの結構そこで行き詰まっちゃうのがあのちょっとポンってこうねあのたまたま運よくねあの結果出る時があるんですよでもそれであのそっからこういうのをイメージしてるかもしれないんですけどもあのそういう風にいくっていうのをイメージしてるんですけどあの最初ね例えば5万円とかって売り上げが出たとするじゃないですかでもその次の月はあの10万とかって、ね、どんどんいくっていう風に思われてまあ最初僕もそういう風に思ってたんですけどさその次の月はまたゼロに戻ったりとかってするんですねあのちょっっととが出始めたなと思ったたな思らまた あの逆戻りをしてですねあのまたゼロに戻っちゃったりすることもあったりですね、えー、するっていうのが普通,普通なんですよ、ね、まあそういうことも頭に入れていっていただけれたらですねあの普通にこう成功する時のイメージっていうのはどういう感じだっていうことをですねまあイメージ、えー、できてたらですねまあ自分がそれをやっていくだけでいいので、あのー、まあっていうことをもちょっとお伝えしたくてっていうことで今話してるんですけどえっ、ー、となので <laughs> まあまあ、そういうふうになってもまたやり続けるっていう感じですね。そこを力ずくでこう思いあ、なんていうの、まあ、ちょっと下がったとしてもまたそこをあの盛り上げていくような感じの努力もしていかないといけないっていうことだったりですね。まあ、最後までやり続けないといけないっていうことだったりとかですね。えー、っていうことをしていく中で、していくとですね、まあ、成功することができるっていうことで。まあ、例えばです,ばですね、例えば2年間あの、例えばですね、あの、なんて言えばいいんだろうな、まあ、2年間ですね、あのずっと作業をして、 2年後にこう1億をもらえるとする、まあ、1億はちょっと言い過ぎか、まあ、2, 2年後に1,000万円をもらえるとするじゃないですかでずっとその代わりやり続けないとダメだよっていうことを言われたら多分みんなできると思うんですよでもですねあのそれが、まあ、<coughs> あの本当にそれあの1,000万もらえるのかなみたいなでも うんもらえないかもしれないしな、みたいな感じですね、途中でやめちゃうから、まあ、それ、あのやり続ければ、まあ、2年間ずっとね、あの例えば、週にね、まあ、6日はちゃんと仕事してくださいと。ね、あの、で、えっ、ー、と、それをね、あの、1年間で52週間あるんで、まあ、52週間ずっと収録ペースでずっとやってくださいと。で、それをね、あの、まあ、365日できたら、まあ、その2倍の730日ですね。えー、ができれば、まあ、その1000万円もらえるとする仕事があったとするじゃないですか。 えー、それをできればですね、まあ普通にこう成功できるっていうことなんですね。でも、普通にそんなね、保証、保証されてるわけではないですので、だから、こう、途中でね、あの自分が本当に成功できるかっていうのをイメージできなくて、こう成功うできないっていう人が多くなってしまうと思うんですね。なので、まあ、やることとしてはですね、まあ普通にそういう感じですよね。まあ、やることとしては、まあ本当にそれが、あの、後々、こう帰ってくるお金になるんだっていうことをイメージしながらですね、あのやっていただければ、あのー、まあ、あなた 成功できるよっていうことをお伝えしたくてですね。まあ、普通にあの日払いの仕事とかだったら、みんななんでできるのかなって。まあ1、一日普通に八時間とか働くってすごいことだと思うんですよ。まあ、それも三十日ね、あのの中で二十ね、二十二日とか、普通にあの週休二日だとしてもい。 1>, 1ヶ月に22日とか23日日ととかかみんな1日8時間とか働くじゃないですか。って,ってことはみんなできるわけですね、えー。なのにみんなできないっていうことは、まあ、そういうことですよね。まあ、その信じきれてない。まあ、その保証のあるものだったら、あのー、ね。 とね、その日で、まあ、1日働いて1万円もらえるよっていう仕事だったらみんなできるのにですね。えー、っていう仕事だったらできるじゃないですか。ってからあなたも多分やってると思うんであの普通に、ね、あの皆さんができる。まあ、僕もバイトとかやってた時とかそういう仕事をやってたんで、まあ、できるんですけど、まあ、それがだんだんできなくなってくるっていうのはやっぱりそういう自分を信じきれてないというかね後々こうお金が入ってくるのを信じきれなくなってしまうっていうところだと思うんですよ。はい、なので、まあ、そこもなんかねあの前にこうお父さんがこうに入っ のした時になってこう地震があった時もあの助けてくれるっていうところをイメージできているから気絶せずにですねあの気を失わずにこう助ける助かることができたみたいな話がありましてですねまあっていうことだと思うんですねだからあの日々ねまあもう,うっとこう作業を止めちゃダメっていうことなんですねまあ後々お金が入ってくるんであればねまあ一日十時間とか働いてねまああのそれが将来的にまあ例えばあの何もしなくても一千万円あの何もしなくてもこうお金が入ってくるっていう まあお金がねあの本当にそういう幸せな生活ができるようになるっていうところをイメージできてればですねあのずっとやり続けることができるじゃないですか。なのでまあそこをですね最近ねもう本当にあの信じる力っていうのが大事だなということを思いましてですねまず、あ、行動力とかねあのその何だろう目標計画を立てたりとかあまあそうですねそれに見合った行動をしていくっていうと,ところとかですねまあもう大事なんですけど信じる力っていうのが足りないんじゃないかなということを思いましてですねあのこれや ってどうなるんだろうって俺でねこれやっても本当にねこの仕事で稼げるようになるのかなみたいな感じに思っちゃう人がやっぱり多いと思うんですよ。うなのでまあうーなのでですね本当にそこだなっていうことを思いまして特に自分がまだ成功したことがない人であればあることですね。いや俺これやっても無理だわみたいな感じになっちゃうと思うんですね。うなんか。 結構これ何にでも言える話だと思いましてですね例えばなんか自転車に乗る方法とかもですねあの、まあ、自転車ってまあ1週間くらいで乗れるようになると思うんですけどなんか不安になってき、えーた,えー、た経験なかったですかあの自転車に乗る、ね、あの練習を積み重ねていっててですねあの普通にこう自転車の練習をして、まあ、俺これ本当に乗れ,ん乗れるかなみたいな感じでねあのなんかこう 高校受験とか、まあ、大学受験とかも普通にこれ俺入れんのかなみたいな感じの不安との葛藤とかっていうのは結構そこがあの何て言うのまあ最大のねあの最大の課題みたいな感じであのそもそも行動ができるかどうか,どうかっていうところがね自分が信じきれてるかどうかみたいな感じのところにかかってきてるっていう,いうところが、まあ、結構成功の鍵をかなり握ってる部分なんじゃないかなということを思いましてですねあのまあそうですね <laughs> なので まあ結構もう成功者とよく共有する、まあ、時間を共有するとまあそのね、まあ、そういうイメージがついてきたりとか、まあ、小さい成功 をこう積み重ねてていって、まあ、自分でもここまでできたんであれば、まあ、ここまでできるとかですね、まあ、っていうのをまあ自信をつけ,つけるためにですね自分が本当に成功できるんだっていうことを分かるためにまあねで信じるためにですねやっぱりこう小さい成功からこう積み重ねていく必要があると思うんですね、まあ、もちろんその成功者と時間を共にするってもそうですけどうなのでやっぱりうとその自信っていうのもですねあの作業量からも発生してくると思いますし自信があるからまた 作業ができるっていうね相乗効果であの伸びていくかなって自信とこう、ね、あの努力の量がですね、えー、努力するから自分は自信が持てるんだって、まあ、自信が持てるから努力もできるっていうことでですねってなってくると思いますのでうんそうですね <laughs> なのでやっぱりこう日々やっていくことが大切,大切なんじゃないかなと思いましてですねあの動画もこう例えば3年間も続けることができたんであればまあ俺はあの他の人よりも計測力がある人間なんだ、まあ、人間だからまあ、えー、ね 他の人よりもあの成功でできる確率が高いとかですね例えばまあそんなんでもいいと思うんですよ例えばですけどまあ普通にこう記事を書き続けることができるとかっていうのもど,どんだけまあ継続できるかとかですねまあだんだん反応が取れるような記事の書き方とか動画の撮り方とかですねまあを普通にこう考えていくこともまあ途中でやる必要あると思いますけど量質添加の法則とかっていうのがありましてですねあの量をこう増やしていくとまあ質もこう向上していくよっていうのがありましてですね、えー、なのでまあ量を増やしていってまあ もちろんね質も大切なんで質をこうねあの向上していく必要もあると思うんですけどまあそれも結局のところ努力次第かなっていうこともあんであの行動面の努力っていうのをねあの考えていただければなってまあねあの結果が出ないのはしょうがないっていうのはあるんですけど行動面のねあの努力でまあ例えばなんか動画を撮るとかっていうのはもうサボりようがないですからねあの動画を撮るって言っちゃったら例えば動画を撮らなかったら動画撮ってないじゃんってまあ成果に関してはですねあの先ほども僕あの電話で話しててまあ一人 決めまあ決めたんですけどあの、ね、っていうのもまあお,お客さんっていうのはまあお客さんに断られちゃったらねあのそこは自分の課題ではなくて、ね、お客さんの,その,、ね、あの賛否っていうのが、えーね、やるかやらないかっていう部分もここ絡んでくるので、まあ、そこはちょっと自分での自分でまあ あまあ、脅迫しない限りはですね、まあ、絶対その人にあの、絶対やれよとかっていうことはできないので、まあ、それは100歩譲って、あの結果が出ないのはしょうがないんですけど、まあ、行動面の、ね、結果っていうのは絶対出すことができるわけじゃないですか。<laughs> えー、なので、まあ、普通にこう動画を撮るっていうことだったり、記事を書くっていうことだったりね、あのなんか DM を何つ送るとかねあの、写真を撮るとかね、あ、えと、ー、なん,なんかいろいろあると思うんですけど、<laughs> なんかその、えー、計画を考えたりとかっていうことだったりとかね、 あのいろんな、まあ、そのやることっていうのはアウトプットする中であるんで、まあ、それをちょっと考えていただいてですね何ができてなかったのかっていうところを、まあ、まあそこを修復していってですね、まあ、何もしてなかったらそれは結果出ないんですのであの目,標、まあ、目標計画行動とかってよく言うんですけど、まあ、目標をですねあの何か、まあ、あったら、まあ、その行動は何ができるかっていうところをまあねそろそろの積み重ねですの、ね、でそれを修復していってですね PDCA とかってよく言うんですけど p、まあ、で、まあ、そこで結果が出なかったら、また、ドゥの,の部分を変えてですね、まあ、アクトですよね、アクトの部分をこう変えて、えっ、ー、と、結果を出していた言っていただければな、ということを思いますので、まあ、そんな感じで、そうですね、あのー、ちょっと話で、ね、結局長くなってしまって申し訳ないんですけど、あのー、そうですね、まあ、そんな感じで、まあ、最近ですねあの、僕のやってる仕事がすごい、こうお、なんていうの、モチベーション高くなってですね、まあ、あの、一時期ちょっと動画毎日やり続けること、 まあ一時期っつってももう78か月間くらいですねずっとやってなかったんですけどあのっていうのもなんかちょっと報酬の未払い問題みたいなのが発生しててですねあのちょっと発生あのちょっとなかなかモチベーションを保つことができないやっぱり報酬もらえなかったらさすがに、あのーね、このビジネスできないなみたいな感じで思ってたりまあ思ってたんですけどあのそれがちょっとあの復活したんでですねあのこれはもう絶対稼げる、まあ、このビジネスで絶対稼げるわっていう確信、まあ、よくね、あのー 安心・革新・セルフイメージという言葉がありましてですね、あの安心、まあ、まず安心できないとダメですよね。まあ、このビジネスで本当にこれ、あの成功できるのかなっていう、まあ、不安でしかなかった。まあ、例えばね、あのなんだ報酬の未払い、まあ、報酬も払ってもらえないし、まあ、そもそもあの日本に上陸するのかなとかですね、あの事務所もないしとか、まあ、ってか、 他のね、タグループの人とかも全然活発になってないしとかっていう感じだったら全然安心どころか不安でしかないですよね。えー、という形になってしまうと、まあ普通にこうね、あの全然安心できないから全然確信も入らなくて、で、ね、自分が成功してるイメージも持てないみたいな感じになりますので、あのそこもね、あのイメージが、ね、取れる、取ることができるかなということを思いましてですね、あのいや、今はもうタグループの方とかも普通にわんさかですね、あのこのーワールドベンチャーズの仕事をですね、 あのすごいやってるからまあ安心できますよねほか、まあ、まだ立ち上げ時というか本当にこれ日本に上陸するのかなみたいな感じの時はですね全然全然もう本当にあの全然こう確信が入らなかったと思うんですよ。あのこれ本当に何そもそも日本に上陸するのみたいな感じで思ってた時もあって。 たりですね、まああのその未払い報酬の未払いっていう問題が発生した時もですねいやこれやっても意味ないんじゃないのみたいな感じで思ってたりとかしたら全然確信まあ安心もできないし確信も入らないし、まあ、そうやってねワールド・ベンチャーズがで成功しているイメージも全然つかない、まあ、セ,セルフイメージも、ね、持つことができないですよね。と、えー、いう感じだったんですけど、まあ、最近はもうね全然もう普通に正常稼働してきて、ね、むしろあの報酬も前よりも良くなってきて。 ですね、条件が良くなってきてるのであのすごい稼ぐことができる体制が整ったなということを思いますので、まあ、これでどんどんですねやっていただければすごい稼ぐことができるかなっていう、まあ、ビジネスになってきたなということを思いますしですねこれで本腰入れることができるなということを思いまして、まあ、僕もですねこういうふうにあの動画で、えー、バンバン喋らせていただいてるっていう形なので、まあ、うやっていただければなということを、まあ、僕と同じような感じですね。 あの普通にいつもやってますので普通にねあのなんなんだこう来ていただければまあ普通にねあの方法とかもうやる気さえあれば別にこの仕事って全然あの人を増やすだけの仕事ですのでなんかね媒体が違って YouTube だったり Facebook だったり Twitter とか Instagram とか Mixi とか。 何か Tinder とかあのとかいろいろソーシャルネットワーキングサービスを使ったりとかねあのサイトを最近僕も使っあの結構作ったりとかっていうかんな形でやらせていただいてるんですまあとかもやってるんですけどうんまあなんか媒体使って、まあ、リアルもあるじゃないですかリアルでやったりとかっていうこともあったりねあのっ,ていうたうっていうことだけの仕事ですのでまあもうあんまり難しいことを考えずにまあ量をやっていけばねあの人が増えていってでその人のねグループ グループの数に比例して自分の,あの収入が比例して稼ぐことができるようになりますので、まあ、やっていただければなみたいな感じで思ってますのでうーんまあそんな感じですかね。まあ 本当にもう稼げるイメージしかついてないんで、まあ、その安心もできるし、確信も入っ,て入ったし、まあ、セルフイメージも持つことできるし、ということでですね、あのやっていただければな、ということを思いまして、はいまあ、なんか方法論はね、いろいろなんか人がいればですね、まあ、人の数が増えれば、それだけ方法もあのいろんな、ね、パターンが考えられるかな、ということを思いますのでうん、結構価値パターンとかもそんなにないと思うんですよ。セミナーに動員したりとかですね、ウェビナーをやってウェビナーに動員したりとか、動画ローンチですね。 よくやってるのは今なんか LINE アフィリエイトとかっていうのがね、まあ、結構そういうのでねあのすごいあのそれでこうスマホだけでこう稼ぐビジネスモデルがあるよってスマホのこうピコピコやってねあの誰とも会わずに稼ぐことができるよっていうあのその動画ローンチとかをね SNS とかで知り合った人に見せるだけでとかっていう形だったりとかですねあのすごいこう広めやすくなってるっていうことで、まあ、ビジネスもすごいやりやすくなってますよね今の時代ってあの,、ね、あの成功しやすくなってるっていうことすごい思うんですけどインターネットが普及してですねあのなんかすごい人と人との距離がすごいあの近くなってますよね、えー、っていうのが、まあ、成功しやすい要因としてはですねいろんなことが考えられると思うんですけど、まあ、一つはですねまあそのインターネットが普及したおかげでですね まあ、その人と人と、まあ、すごい会わなくてももともと会うはずがなかった人とですね会うことができるっていうのもそうですし。 動画でこう、まあ、こういう動画でこうお会いさせていただくっていうのもまあこうやってねビジネスで人と人とがこうあののねあの関わりがあるからこうまあビジネスがこうねあの加速して拡大していくことができるっていうのがまあねこういう動画とかねインターネットの LINE 通話とかでまあ電話代が無料で話すことができたりとかねとかあとはモチベーションを保つことができたりとかしてですねあの人と人とまあが関わりやすくなったっていうのもあります ありますしあの、ね、こう相性の合う人と、相性の合う人とこういうビジネス、今何やってるみたいな感じで LINE で連絡取り合いながらですね、あのやっぱり一人だとちょっとモチベーション的にこうくじけてしまいそうになる時があると思うんですけど、まあ、それがあの、ね、友達がいる、まあ、仲間がいる、ビジネスパートナーがいるっていう形になりますと、別にそれも遠隔地でですねあの連絡取り合いながらモチベーションも保つことができないながらですね、しかもあの別に一人で全部やる必要がないわけですね。しゃべるのが得意とかっていう形、まあ 喋るかのが得意な僕とかはですね。まあ、普通にこう話せばいいですしまあ、それができない人であれば、もう普通に文章を書いたりとかですね。あの語学を教えたりとするのが得意な人とかね。まあの歌うのが得意な人とか。まあその。 とかもね、あのすごい綺麗な人がいたりとかすると、まあ、それも一つの特徴、まあ、いいところじゃないですかあの、ね、僕は今から男性あのあの女性になることはできませんのでそれはちょっと女性にしかできない役割とかもあったりですねっていう形であの役割分担した方が絶対あのすぐこうせ、えー、成功することができるわけですねっていうのもやっぱり人と人とがこう連携が取りやすい時代になってますのであの、ねまあ、普通にこう役割分担した方が弱点をカバーしながらです、ね 仕事ができるっていうことですので、まあ、それもあの、ね、そういうことができやすくなってる一人で全部やる必要はないわけですねで、まあ、これはちょっと自分にはできないからこれはちょっとこの人に任せようとかっていう形の方がすごい早くあの成功できちゃうわけじゃないですかなのでそんな感じもありましてですねもう成功のイメージしか持つことができてないなって、まあ、成功することしかイメージできないなということでですね、まあ、最近はもう全然あのモチベーション高くやらせていただいてるっていう形でですねあのいますのであの本当に安心して 信していただいててていいいたただだやっければまあ、確信を持つことができてできすね、まあ、ちょっとさすがに報酬が未払いね未払いっていうのはもうすごい不安でしたよねもうあのそこが解消できただけでもねもうこのビジネスでいけるわみたいな感じになりましてですねまあ今思ってるところなんですけどあの本当にねもうそういうことでそういう感じでですねまあ、成功、まあ、絶対できるなっていう感じで思い思ってあのだからしばらくなんか動画撮ってなかったのはそういう感じだったんですよねまあ動画撮ってもなんかこれで成功できないんであればなんか違うことなん やってんですよあのなんか転売とかなんかこっちでお金稼げないんであればなんかちょっと転売とかでお金稼いだ方がいいんじゃないかなみたいな感じでですね、えー、思ってたりっていうちょっとまたバッテリーバッテリーが切れそうになってるんですけど、うん、まあのところがですねすごいこう成功絶対できるなっていうことを思いましてですね、まあ うんはい、なので、まあ、普通に僕も IMD っていう最高タイトル、普通にいけるかなということを今思っててですね、あの、まあ、これちょっと逆にどうしようみたいな感じで今思ってるっていう、まあ、もう逆にちょっと、あやばいやばいみたいな感じでですね、もう成功しすぎちゃって、自分どうしようみたいな感じで今なっちゃってるっていう感じなんですけど、まあ、うん、本当にね、あの、っていうくらい楽しい感じで今や,やれてるので、っていうことは、まあ、そこまで、まあ、いければもう成功も近いかなということを思いますので、うん、まあ、そうですね、もう本当に 自分の、まあ、何回も言いますけど何度も言いますけど自分の可能性に蓋をしたら駄目ですよってもう信じるあの自分がね本当にいけるんだっていうもう絶対いけるんだっていうことを思ってたらですねあのそれで、まあ、だからこう人がついてくるっていうのもあるじゃないですかこの人についていけば大丈夫そうだなっていうこともあると思いますのでうん、まあ、そうですね自信を持っていただいてですね自分を信じてあの自分を信じるっていうのはですねちょっとまた話が変わるんですけどあの、ね、自分のことを人に言うって書くじゃないですか。あの自信って いう字はですね、自分人まあ人 まあ、人間にこう言うって書いてですね「自信,まあ、信じる」っていう字じゃないですかただからそれで、まあ、自信があるから人に言うことができるようになるっていう話を聞いたことがありましてです、ね、あこれすごいうまくできてるなみたいなことを思ったんですね僕はそういう話を聞いた時にだからねあのすごいこうセリフイメージを持って、まあ、自信持つと、まあ、それを喋りたくなってね喋りたくて喋りたくてしゃあないみたいな感じになってですねあのそれもあると思うんですようなのでまあそうですねとりあえず自信っていうのは、まあ、自分を信じる信じる力っていうのもすごい大切なこと だなとといいうことを思いましてですねあのそれも努力から来ること、まあ、努力からしか来ないよということを言いたくてですね、まあ、努力まあなんかよくねすごい人とかなんか天才とかって呼ばれてる人とかっているじゃないですかあなんですけど、まあ、そういうのもね、まあ、結局努力からしか来ない、まあ、それすごい人ってのはすごい人なわけではなくてですね、まあす,ごいまあ、すごい努力をした、まあ、普通の凡人がまあ あのすごいことをしあの努力をしたからすごい人になったっていうわけでですねだからその人も別に努力をしなければすごい人ではなかったわけですねだからすごい人っていうのはすごい人ではなくて、まあ、凡人がまあ,ある一定量のねあの人並み以上のジョークをした結果がまあすごい人になれたっていう結構僕のビジネスパートナーで4か国を話せる人とかねあの東大卒の人とかっていうのがいるわけですけども、まあ、別にそれもね結局あのそのうんと情報、まあ、その記憶の集合体にしか過ぎないわけですね。 まあいろんな単語を覚えたりとかあの、まあ、東大に入ったっていうことであればなんか歴史とかね英単語を覚えたりとかあの数学もいろんな問題集を解いてねあの、えー、いろんなこう 問題にいうことでです、ね、まあそれがすごいのかもまあそれがすごいっていうことなんですけどなのでですね僕らまあみんなうんとすごいと思うんですよと言っても別に普通に俺でもできるわっていう普通に思うじゃないですかだかこんなも努力すれば別に自分でもできるようになるわみたいな感じでですね思う,思うと思うんですよ別になんていうのまあその人でもできるんであればまああのだからこいつでもできるんであればこあの自分でもできるわみたいな感じでですねまあ思えると思うんです だからあの本当にそんな感覚、まあ、そんなあのちょっと舐めくさったような感じで全然いいと思うんですよ「まあ、こいつでもできるんであれば」ってあの普通に同じ人間にできないことはないっていうくらいのですねあのちょっと自分でもできるわっていうくらいあのちょっと舐めてかかってるくらいでもいいと思う、まあ、舐めてかかってるくらいがちょうどいいくらいだと思うんで、まあ、本当にねあのそのくらい,あのなんていうの自分に自信を持ってやっていただ取り組んでいただければなってう、まあ、とにかく何回も言いますけど自分に蓋をしちゃだめ。 だよということでですね あともうちょっと言うならですね、あの、なんか、あの、結構時間の優先順位とかっていうのがあるんですけど、こう短期的にずっとやっていった方がですね、あの、いいっていう仕事、まあ、ええー、まあ、統計が出てましてですね、まあ、結構その、やっぱり手放すことがね、あの、大事だってよく言うんですね。今あるものを捨てる勇気とかって言うんですけど、あの、例えばゲームとかね、漫画とかが好きで、今、あの、YouTube とか見たりとかですね、あの、しちゃってる人とかっていう、まあ、優先順位がそっち上が、上に来ちゃってるわけですよね。 あのこのワールドベンチャーズの仕事とかよりもまあこっちまあ例えば彼女がいる人は彼女と遊ぶ時間を優先したりとかっていうのもですねまあそれあの1年くらいとか1年とか2年とかねあの短期的まあそのちょっとの期間だけでもいいのでまあそれ一時的にねこっちの仕事をやって短期的にずっとやっていった方がいいわけですあのなんかロケットとかねあの飛行機とかが発射する時とかってものすごいエネルギーを必要とするみたいな話あるじゃないですかこう離陸離陸に半分以上のエネルギーをかけるみたいな感じで。 あのっていう話があるじゃないですかなのでこれ結構ねボドーンって行っちゃった方が、まあ、それ立ち上げ時っていうのに一番エネルギーを使うっていう、まあ、この仕事でも同じですのであの普通にねあのそういうところにまあフォーカスして、まあ、あの一番こう乗ったら食ったらなんかで自転車とかでもそうなんですけどあのこゆっくりねあのなんか止まるんだかこうは、ね、あの始まるんだか分かんないみたいな感じのねあのことをやってても、まあ、なかなか、ね、あのずっと軌道に乗らないあのずっとき なんかこれずっとこうこのスピードでこぐの逆に大変だわみたいな感じでこうあの自転車のねあのペダルをこぐ時にゆっくりこいでたらいつまでもあの軌道に乗らないあのねあのスピードを乗っちゃってこうボーンってこういっちゃったらまあ自転車とかもすごいあの少ないえと力だけでこうねあもう何もこがなくてもえな足のねあの進んでいくみたいな状態になれるじゃないですかなので一時,一時だけでもですねあの普通にこう時間の優先順位を ずらしてです、ね、あの普通にこう漫画とかに、ね、読んでる人とかって普通にいると思うんですけどそれをもうずっとこっちの仕事でね、まあ、もう2年とかだったら2年もずっとこっちでやるわみたいな感じでですねあの決めていただいて、まあ、もう打ち込んでいく集中してこっちのビジネスに打ち込んであの短期的にあのずっと時間を投資してですねあの全部こう時間をぶっ込んで、まあ、自分の時間を全部このビジネスに集中してやった方がまあ結果が出やすいですよっていう統計が出てるので、まあ、そういうのもある、まあ、そういうのも意識した方がいいかなという ということ思いますので、はいまあ、さすがになんかあの、寝る時間まで削れみたいな感じのことはね、あの言わない、まあ、言わないですけど、まあ、そういう感じでですね、あのまあ、プライベート時間とかですね、全部こっちの時間にこう、つぎ込んでいってですね、あの成功していってもらえたらな、みたいな感じで思っているかなということを思いますね。はい。まあ、そうですね、まあ、そ,、うんまあ、そんな感じですかね。 ちょっとまたなんかちょっとなん,なんだかんだなんか動画長くなって長く話してしまったんですけどまたそうですねちょっと続けていけたらなと思ってますのでえ最後までここまでもし聞いていただいて方がいきましたらですね本当にありがとうございますということでまたなんか動画まあちょこちょこねあのつげ続けていきたいなということを思ってますのではいまたそうですねあのよろしくお願いしますという形で終わらせていただこうと思いますではありがとうございますあれまたよろしくお願いします